え、前のとこっすか、レトロ自販機。そう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 、あそこすっきゃわ、うどんとかそばとかね、うどんとそば以外にもあるよ、いろいろあるよ、ハンバーガーもあるよ、ハンバーガー、いいな、いいな、もう間もなくやろ、ここでおさらばかも、あっちはね、レトロ自販機なんで ね、うん、ええ、え、レトロ自販機あっち、もうちょっと、もうちょいっすね、あ、もうちょっと、7キロ、もうちょいだね、もうちょいだね、もうちょい、あ、レトロ自販機はこっちね、あ、そう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 、あー、レトロだな、え、なんか、え、あ、じゃあ、どうした、え、レトロ自販機だよね、レトロ自販機だよ、レトロの自販機でしょ、え、どういうこと、どういうこと、うん、レトロ自販機行くよ、ちゃんと、レトロだよ、レトロだよ、え、レトロであればいいんでしょ、そう、え、前と違うとこ行くってこと、美味しくない、え、前と一緒だよね、多分ね、全然多分一緒だと思う、なあの今だったら何食っても多分美味しい、うん、そう、レトロの自販機行くから、まあまあまあ、え、じゃ言い方怖い、え、何、どういうこと、どういうこと、なんかさじゃあね、余計なこと言うから、なんかあっちがレトロ自販機だからみたいな、え、待って、これ変なとこ連れて行かれるやつじゃん、いやいやいや、ナビちゃんとなってるから、なってるなってる、ナビはね、ナビなってる、 2.8キロ、うん、人里離れてない、気のせい、そんなことないよ、だレトロだからね、まあそうね、え、だとしたら、うんうん、お、下歩いてる、怖いね、待って、マジで今歩いてた、今歩け、それ地球やもんこんなとこ歩いてる人歩いてたよ、真っ暗な中、確かに、なんでこんなとこ歩いてんだろう、家なんてないのに、ねえ、怖いの、あんま家あるか、あるか、ポツポツだよ、え、これ、ね、俺、え、誰だけ知らないのこれ、な、何をして、え、この二人がなんかリスナーと、平田、平田だけどえ、平田くんってニコニコからじゃないんすか、ニコニコじゃないっす、いや、今そんなどうでもいいっすあ、出身がってことね、ちょっと俺気になってた、確かに配信の出身の長いから、あの、なんかニコニコからかなと思ってたのに、なんかニコニコの質問してたから、後で送るし、資料送るからえ、ツイキャスが始まったばっかからやってるってことですか、あ、けどそうっす、それはそう、そうなんだ、すごい、ツイキャスさんだよ、そうなん、珍しい、そう、ナーブーもほぼそうだもんね、上げほぼそう、なんだっけ、ツイキャス前はナーブーどこだっけ、コロンビアだけど、じゃあニコルソンだドワンゴのラジオ配信アプリ、そうなの、ドワンゴ、ニコルソン、ニコルソン、ニコルソンが生まれて初めての配信サイト、そこでラジオ配信やった、ラジオ配信した、盛り上がった、まあその中でもちょっとだけ盛り上がった、おすごい、閲覧7人 7? 盛り上がってるな、じゃでも、ま、大手が20人だった、じゃあ結構、あ、すごいすごいすごい、大手が20人だから、暗くないこれ、暗いね、てか何だったさっきのあのレトロ自販機が、これね、じゃないかもみたいな、あ、でも自販機出てきたよ、出てきたよ、あれ普通の自販機、大東とかこんな暗かったっけ、何されんのこれ、何されんの、だまた扁桃腺炎が、扁桃腺炎がならんから、そんなもっと大きいの出してる普段多分これコメントの人分かっとんだ、どこ行くか、これ、え、なんで、なんで、いつこれ、え、何これ、はめられてるよね、いや全然はめてないよ、何にもはめてない、車載だよこれ、車載なのは分かる、え、平田くんってゲーム配信はだからお前さ、わざとだよ、飛びつくないよ、違う違う違う、気になってるのよ、ゲーム配信はいつからやったのかなと思って、いやそれちゃんと答えるけど、それは、うん、それ答える、8年前とか9年とか、あ、じゃあ本当にゲーム、じゃあ声真似のとつまちとかをやりだして、うん、ですぐにゲームに行ったみたいな感じ、ああそうそうそう、へえ、そんな感じ、だって走り出しとか TJ とかのコラボ上がったりとつまち上がったりもしなかった、ああそうそうそう、ね、そうなの、そこだよね最初、へえ、で行ってみたら、あのスーファミのマリオカートやってる、行ってたね、テン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 、いや TJ じゃなくて DW ね、あ DWDW? DW? あ、着いた、あ、着いた、ここだ、左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 、何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 、どっちだ、左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 、こっちでいいの、
うわ、だるどこどこ、まあ、ここ、ケツ、ケツ入れていい、ここケツ入れていいよ、なに、わかったわかった、だってもう自販機じゃないことがわかった、どうなに、こっち頭持ってって、いや、違う違う、うん、後ろ入れちゃえばいい、え、なんか、なんか後ろが見えないから、ちょっと全然怖いんだけど、え、なんか、湖って書いてる、え、うわか、え、なにこれ、なんたら、この辺でいいんじゃない、ざっくりこの辺で、え、これ場所言っちゃダメですよ、あ、なんかもういる、あ、やめてやめてやめて、ほら、走ってる、イタチみたいなやついたね、うん、イタチかな、え、ちょっと場所の時教えて、止まる、待って、なにこれ、嫌な予感する、え、確認いいですか、はい、レトロ自販機では、ちょっと一回ググっていい、ここの場所と、いや、ダメでしょ、ダメ絶対嫌な予感する、絶対嫌な予感する、やだ、マジでやだ、マジで、じゃ、レトロ自販機だから、もう大、そう嫌な人らだわこれ。いや、せっかくね年一のコラボだから、うん、ね。ちょっと今ここに来てるのはですね、場所は、はい、心理スポットです。だろうなって思ったマジで。いつからやりました。おめでとうございます。いつから？え、どのタイミングで？あ、タバコ行ってる時じゃん。マジ？めちゃくちゃ出ます。マジで事前に塩とか持ってきてねえし。わ、だる。めちゃくちゃ出る出る、でもしかもこの辺ねボヤとかもあって奥にめっちゃ廃墟があるんだ、多分そこは入れないけど、えこの辺ぐるっと見れる、建物みたいのあったもん、あったでしょ、えちなみにどういう曰くがありましたここ、いろいろなんかね老婆の霊が出るとか、もうほんとね不良とかもたまったりとか、もういろいろ物理的にも怖いし幽霊も怖いのよ、ね、今日き金曜日じゃん、しかも時間も2時というところ、牛蜜時じゃん、噛みすぎな今ナーボ一人ちょっと言ってもらって、なんでよ、いやもうじゃあみんなで行こうお願い、もうそんな、あじゃあまあ分かった、はい、行くけど、うん、あのその一人にする系やめて、あ分かる、それはさすがに、それはさすがにここで一人になっちゃったらもうさすがに帰れないから、首の振り方怪しいな、そう全然いつこのこと進んでた、よかったね、でもね今日レンタカー一緒に行って免許証出してね、そうだね、うん、なんの運転できないんじゃなくて二人、これ俺ら運転できる、俺ら運転できる、え置いてかれるこれ、いやそれだけじゃなくて、マジでGoogle マップ、 Google マップ見てんな、ナボ Google マップ見てんな、ほら見たところで帰れないんだ、 Google マップ見てんな、豚がよ本音出ちゃってるから聞こえちゃってんのよ、ねえ全部真緑なんだけど、はポケモンの草むらみたいになってる、そうそう、まあでもまあみんなで見ていきましょう、おお、もういきなりテラスやわ、うお、なんか家あるじゃん、怖いねこれだけでも、家あれ何、うわ本当だ本当だ、あいいねいいライトね、ちょっと照らしてもらっても大丈夫、えあれ人住んでるやつ、わかんないです、行ってみないと、え初めて、俺あそこまで行ったことない、いやここはワンシーンみたいな、すげえ昔来たことあるけど湖みたいな感じになっとんね、普通に釣りできそう、昼だったらいいロケーションなんだろうな、確かにあれ廃墟かな、うっなんもうなんか目的地付近消してくれよマジで、ちょびすぐちょびつくからな、大ちょび、大ちょびですよそれは、これでも一人で歩いたら怖いよ、一人はどこ歩いても怖い、夜はこの牛ガエルの鳴き声ってすごいね、うん、ちなみにですけどガスって、え人亡くなったりしてます、なんかどうやろうね、でもこの先のところが確か一番有名よ、これは何だ、えなんか普通に家、うわ廃墟じゃない、廃墟なのこれ、あ違う、水利島、管理島だ、管理島か、はあ、どっち側だったかな、えなんか俺こっちの奥嫌な気がする、えうわ結構そういう勘働くタイプ、いや勘働かないですけど、なんか働かないやめろって、違う、切ったって、え切ったってちゃんと何回やってんの、本当に切ったんだよさっき、何でまた作動すんのこれ何これ、いやえ何これ、友人の味見なんかけど
清められそう。うわもうさ、あの汚えし怖えしでうぜえよ。全部そう。もうやるとき言うてくれ。シンスポ出ちゃった。出ちゃった。シンスポは言った方がいい絶対。あ、なんか犬の像とか。本当だ。うん。ワンコじゃんあれ。え、けどなんか清め、これいいやつで、では。いいやつなん。この駐車場もいろいろ噂されてんだよね。え？そう。だってここのスポット入れると事件って出てくるからね。え？そう、事件って出てくる。ちょっと雨宮持ってもらっていい？なになになに？雨からなんか出てきてるな。え、ちょっと待って、なんか怪妙みたいなのが並んでるじゃん、ずっと。えそこやばい、透明のところによく見たら。なんで待って、ノリちゃん、何あれ、上見て、あれ、そう、上、屋根からなんか出てきてんの。何あれ、上からなんか黒いのが。そう、これこと言っていい。2023年2月8日、去年です。釣り人か発見。え30代から50代、遺体。どこですか。ここっす。ここ男性が仰向けでいるのを釣り人が見つけ110番した。ご遺体でございますね。ガチです。埼玉新聞のニュース。ええ2021年ここ通行禁止の未走路で、道路で車の中に3人の遺体、移住地バラバラの人たちだって。2021年2月、またこちらも2月。おい、何やってんだよお前。おい、誰だよ。何や、プープープーってお前。何回も。マリオがキノコ取ったんか。な、手にやれよ。プープーじゃないんだよ。かわいいやつ。ブリッジャーだねけど、マイク拾うかどうかぐらいのすげえちっちゃいやつで。お返ししようかなと思って。お返ししようかなと思って。そのためにすり寄ったんか。俺のニュース見に来たんかなと思ったら。プープーじゃないんだよ。すりやっても面白いないか。でもそんなに死体が発見されてるんだね。だ、自殺の名所ってことじゃないかな。この階段何、どういう、ここに来たら死にたくなるのか。死にすぎやん。あの柵の向こうの、いや、こっちは無償れやん。アメミヤ、え、これ何、これ、ゴミ虫かな。アメミヤ、ダッシャ。いや、ダッシャじゃないよ。頭おかしいんか、本当に。え、すげえ、これ半妙かな。半妙、キラキラしてる。出した。いや、食わねえだろ。さすがに。レトロ自販機行くし。え、レトロ自販機おじゃん。もう。おじゃん。え、まだ期待してた。え、違う。ここの後にとかご褒美で。ない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 。その全然全然。あ、完全はめられてる。そんなもう。あ、な、昆虫探したわ。ごめん。行こう。癖で。虫探しちゃう。心霊。なんかさ、蜜の匂いする。あ、慣れちゃった。ほんまに昆虫。いやいや、誰か糖尿よ。蜜の匂いは体からしないよ。のり蜜？のり蜜じゃないです。誰だよ、親戚？ね。でもいい木あるよね。なんかこの辺に廃墟あるんだよね。え？廃墟を見つけたら入る人？いや、入んないけど。確かあったよなっていう。ちょっと待って。あったわ。あったわ。ちょっと待ってこれ。あったわ。いや、怖見た目。あったわ。ちょっと。これはやばい。これはまずい。これはまずい。ここでも通行止めやもんね。通行止め。屋上なんか今。あっちの方、これ映った方がいいね。向こうからぐるっと行けるか。ギリギリ。え、これ廃墟な。みんなそうかもしれない。うわえぐー見た目。あ、でもどこまで近寄るのこれ。家帰ったら一人よな、みんな。うん。そんなこと言うな。え、なんか分かりありません？あ、違ったわ。冷蔵庫だ。そっちの方はいけるか。ギリギリ。これ裏？外観の怖さ伝えて。熊とか出てこない。勝てるかね。え、何これ、不法投棄。いや、これ窓覗いてそうで怖いわ。ちょっと本当に、けどそれ美味しいでしょ。いや、でっか建物。
え、嘘でしょ。音これカーテンとか覗いてないよね。なんか感じてる人いません？コメント欄。ちょっとズームにしていい？あれ上とかさ、あれえ、ちょっとあい隙間空いてるやん。なにこれ、こんなでかいのこれ。俺こっち初めて来たな。待って、マジで奥まであるぜ。建物別なんじゃない？家みたいなのできた。こっちの建物は何だろう。何これ、でも外から怖いな、わかんねえな中の様子が。でもどっかには入り口あるでしょ。うわ、でもここ入れないわ。あ、家みたいなのあるね。あ、また温泉じゃないですか。温泉どこが入り口なんやろ。ここではない入り口。え、何の入り口ですか、この建物。え、さっきのとこじゃないの。あれとは多分別でしょ、これ。え、別なの。別個やない。あ、一緒。ん、うわ、あそこ中身ちょっと入んなければセーフだし。一緒に行こう。いや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 、いや一回覗いてきて。いや行くんかい。入っちゃダメよ。見える、なんか布団とか置いてある。あー、やっぱり全部残ってんだ。怖っ。待って、風呂場だわ。うわ、なんか奥にあるぜ。鏡？今、ちょっと待って、画面今、ちょっと待って、今、画面ノイズ入ったわ。ブイッつって今ズームにしたら、いや、本当よ。今変な感じになったけど、今なんかガガッガガッつって、もうほんとノイズが入った。今ズームにしたんだけど、鏡映したら。ちょ、もう一回やるよ。映んねこれ、なんかあるよね。いやー、映すのむずいな。ちょっと、なんか毛布が落ちてる。ちょ、怖っ。え、床になんか毛布みたいなのが見えた。怖っ。いや、自分ら一歩も来んやん。いや、僕ね、見てられるもん。いやいや、配信、いや、開始そういうもんじゃないから。俺だけやんか。行く？え、それ以外どこ行くの？いや、そこしか見れんけど、でも中なんか毛布みたいなのがある。ありました？あった。いい、見なくていい。見ました。大丈夫？でもだって誰かいたら、だってやめろ、びっくりした。やめろよ。なんかイチャついてます。カメラ外でイチャつくな。なんかちょっと。あ、でもなんか入れないからね。そうだね。ちょっとグイッと覗いてみたけど。ん？でも触った今。俺の今触った、今腰のところ。触ったでしょ。これ触ったら。やめて、本当にやめよ。ねえ、今触ったって、今絶対触った、今腰。もうやめてよ。今ここで腰ちょんってやられたもん。いや、触るはずないでしょ。ねえ。具合悪いもん、俺もう。そう。触ったよね。うん、触って今。いや、俺一番、けど俺近かったけど何も触ってない。そう、何？どっち？いや、その疑心暗鬼やめましょう、マジで。なんか当たったんですって。ここで仲間割れやばいっすよ。触られたけど、まあ、気のせいか。気のせいっすか。うん。ちょっと山の方行く。いや、びっくりした。何？行くの？ちょっと行く。あっちちょっと軽く。ちょっと。何？平手やん。絶対平手やん、今。今、ここでスッて。え、今の当たった。だってやってること痴漢だよ。今の当たった。やってること痴漢だよ、だって。もっと可愛いとします。平手やん。可愛くない人にします。平手やん。いや、いいけど、さっきの当たった自信あるけど、その前のやつは冤罪、マジで。本当やってない。本当？いや、カビになってるから、体が。うんうん。
触って感じちゃったんじゃない、敏感になってるってこと、うん、近いもんだ、な、な、ちょっと待って、なんか企んどるな、企んでる、さっき俺が中入って、俺が中入ってる間企んどるな、ちょっとやめましょう、ほんまにねえ、違う、そういう疑い企んどるな、何を企んでない、企んでない、本当に絶対企んどるわ、なんか俺にすげえ近いもんだってさっきから歩くときにさ、こういうのでウォーキングデッド結構人死にます、やめてください、すごい俺に近いもん、裏切らないから歩く感じ近いもん、自然歩道、これさすがにこっちあえ今のはって何、なんか落ちてきた、いやそれは自然のなんかくるみとかでしょ、え、ちょっと待って、えん、いや全然関係ないとこ行ってんじゃん、どこ入れた住所いやびっくりするわ、えちょっさんね、全く違うよ、ちょびつくなよ、え、だって出てきたよ、じゃ全然方向違うとこ行ってんじゃん、え、だってこれ逆でしょ、これだって言ってんの、ほんとだ、でも確かに合ってんの、合ってんだよね、ナビは、え、ちょっともう一回止まって、あ、合ってる合ってる合ってる、びっくりした、え、スマホやられたわ、え、ちょっと待って、やられた、スマホが向いてる方向が変な方向向くんだけど、向く向くやばいわ、ごめんね、ちょっと疑っちゃって、俺もさっき多分その状態で、そう、おかしくなっちゃった、ちょびついてるわ、山やから、え、結構これガチ、なんか変な山のところにポンってなってて、うん、どこ向かってんのと思ったら怖いって、一応ルート合ってんだけど、ルート向かってんのに方向が変えろうとするの、今の場所に、はいはいはい、怖いってね、マジで今本当にそうだったね、そうだったでしょ、今見たでしょ、向きが、うん、今いた、さっきいた湖の方に向かわせんだよ、本当に不安になっちゃった、 Google マップの位置がさっきいた方戻すの、この方向が線青くなってない方向向いてたからね、取り憑かれたんじゃない、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします、僕にとって配信は遊びじゃねえ、お疲れ様でした、 Thank you です。